はい、こんにちは。プロダンスプレイヤーの井原龍太です。本日は、グリップの作り方をご説明したいと思います。グリップって皆さん、ここの形っていうのをすごく意識されていると思うんですけれども、この形、まあ、例えば3フィンガーにする、4フィンガーにする、2フィンガーにするとかいろいろあると思うんですけど、この形を作る、前が大事だよっていう話をしたくてですね。一時期自分もこうグリップですごい悩んだ時期があって、力をこうギュッと入れやすくなったりとか、あとはちょっと違うなって、あ、なんか違和感あるなって思いながら投げるとかっていうのが多くなった時期があったんですね。その時にそのこの形がすごく大事だっていうので、この形をしっかり決めるためにこの左手からこう持ってくるこの段階のここがすごく大事だっていうふうに考えた時があったんですね。これ結構プロになってからですで、ここでしっかりこう決めて、そっから動かさないで構えて投げれば毎回同じグリップができるんじゃないかというふうに考えたんですけれども、これは、考えて考えた末、僕は間違いだったなと思ったんですね。どうしてかと言いますと、その持ってきた時、左手にダーツを取りに行った時に、ここでギュッとしてあげて、でここからずらさないようにして構える。で、まあ、ここではまあ力は抜くんですけど、やっぱりこの一瞬で正解のところをつかめるかっていう毎回ここで左手を取りに行った瞬間に正解のところにこうやって目もこっち向かないじゃないですか。投げるときはボードの方ずっと向いてるんで、ここに目を向けないで、しかもこのなんとなくこう取りに行く、左手に取りに行くときに毎回 100% 同じところをつかめるのかって話なんですよね。それはかなり難しいなと。できなくないのかもしれないんですけど、それをやろうとすると、やっぱりここで、時間がかかっちゃったり、リズムが失われたりと、なんか、デメリットが大きい気がして、で、違うなと思ったんですよね。他の選手見てても、やっぱり、ここに時間かけてる人ってあんまりいないんですよ。で、他の上手い人たちがたくさんいる中で、ここに時間をかける人があんまりいないっていうことは、ここに 100% をこう捉えに行くっていうのは、間違いだとなんか逆説というか、他の上手い人ができてるんだからそうじゃないっていう判例反証ですよね。っていうので、ここで全部を決めるっていうのは無理なんだっていうのに気づきました。じゃあどうすればいいのかなって考えた時に、左手ここで 100% 決めるのは無理だったら、ここで 100% のグリップができればいいんですよ。ここで、あ、毎回同じグリップがこれ作れるっていうのが作れれば、うまくダーツが飛ばせる。まあ、100% って言ったらちょっと難しいんですけど、98% とか 95% を毎回同じグリップができるっていう風にできれば、スタッツも上がっていくんじゃないかなと思ったんですね。じゃあどうやってそのグリップを、ここで 98% のグリップを作るかっていうと、最初はもうどうでもいいです。この左手で取りに行くとき。なんとなく取ればいいんです。でそうすると、まあ、ここら辺でじゃあ 50% ぐらいのグリップができましたって言ったら、ここからこう持ってくる間、左手から持ってくるまでに 98% のグリップを作ってあげればいいんですね。なので、ここからどういう風に持ってきて、どういう風に構えると自分が投げやすいグリップを作れるかって、この動きの練習がすごい大事だなと。ここからここまで。そう、そうです。で、多分皆さんいろいろ工夫してると思うんですよ。ここで 98% のグリップ、ほぼ 100% のグリップを作るために、例えば、ここら辺でこう回転させるとか。はい。この段階ではグリップできてないんですけど、ここで回転させて、馴染ませて、で、投げるとかですね。はい。あとは、例えば、こう、遠くの方に一回こう、ストロークして、で、こう、ユーミングをして、で、グリップを整えて、投げるとかですね。で、まあ、自分の場合ですと、左から取ってきて、構えて、で、少し方向に当てるんですね。で、この時に、微調整したりします。はい。もちろん、グリップがうまくいってたら、あんまりこう微調整しないで、そのまま投げたりします。はい。っていうふうに、左手で、取りに行った瞬間、ダーツを取りに行った瞬間に、100% のグリップを作るっていうのは、しない方がいいんじゃないかなと。逆に時間がかかって、リズムが失われたり、あとは力がギュッと入っちゃったりとかですね、ストレスを感じたりするので、僕はおすすめしません。ぜひ参考程度にしていただいて、ダーツを楽しんでいただければと思います。はい。本日もご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。